プログラム10番大正ごと広報会新百合ヶ丘の駅の近くのカルチャーセンターで大正ごとのアンサンブルを楽しんでおります。ピアノ伴奏に合わせて日本の曲からポピュラークラシックまでいろいろな曲をさらっています。毎月2回の教室では綺麗なトレモロや音色を目指して練習に励んでいます。今回は懐かしい昭和歌謡や童謡、そしてクラシックの曲をお聴きいただきたいと思います。皆様こんにちは。今年もこの阿相学祭に出演させていただくことをとても楽しみに、みんなで嬉しく練習してまいりました。今みんなちょっと緊張しておりますけれども、できる限り普段の力を出せるように頑張りたいと思います。今日は合計5曲演奏させていただきます。前半3曲は昭和歌謡から世界は二人のために、それからあなた、そして月の砂漠、綺麗な曲ですけれども演奏いたします。どうぞお聴きください。
後半は、アイドルグループの嵐が歌われて大ヒットしました、ふるさとという曲です。この曲は、震災などの時にも東日本大震災や熊本市地震の時にも皆さんに歌われて勇気を与えたり、みんなの歌や合唱コンクールでもみんなで歌われた、私も大好きな曲ですけれども、ぜひ演奏したいと思いました今回。そして一番最後ですけれども、クラシックの中から、南国のバラという曲を演奏いたします。ワルツの曲で、オーストリア の, ワルツ王と言われているヨハン・シュトラウス2世が作った曲で、このヨハン・シュトラウスは家系的にみんな音楽家なんですけれども、このヨハン・シュトラウス2世は美しき青き花とか皇帝演舞曲なども作って、皆さんによくポピュラーになっている曲を作ってくれました、最後にその2曲演奏したいと思います。どうぞお聴きください。thank you.
大正ごと広報会の皆さんでした。素晴らしい演奏でした。ありがとうございます。ちょっと大正ごとというものを私初めて見させていただきました。すごい綺麗な音色でしたね。大正琴は大正時代に名古屋の森田五郎さんという方が作られて、タイプライターをもとに作られた楽器なんです。でも最初は丸ボタンだったんですけれども、最近はこういう四角い鍵盤のが形に改良されて弾いております。でピックでギターのピックの私なんか薄いピックを使っているんですけど、これでこうやって弾くっていう感じで、古いイメージがあるかもしれないんですけど、いろんな曲を私演奏私の講座では演奏しております。演歌とかじゃなくてばっかり演歌もたまにしますけども、ポピュラーからクラシックまで日本の曲から先ほど弾いたようなクラシックとかも弾いております。それと綺麗な音色を目指して、トレモロ、震えるっていう意味なんですけど、トレモロを、マンドリンの方はよくやってますけど、トレモロもよく使うようにして、でみんなでなんて言うんでしょうね、アンサンブルするのが楽しくて、私のピアノの伴奏で皆さん二部合奏したりしております。7月8月は今度は賛美歌なども練習しようと思ってるので、いろんなクリスマスの時期にはクリスマスの曲、賛美歌とか練習する予定です。皆さんありがとうございます。いただきました。皆様でした。ありがとうございました。